皆さん、こんにちは。ソフトバンクは3月9日に行われたヤクルトとのオープン戦で4対10で敗れました。今季レンジャーズ傘下 3A から加わった3年ぶり日本球界復帰のソフトバンク有原航平投手が本拠地初登板で3回9安打6失点とほろ苦い福岡デビューとなりました。この日の試合は WBC の1次リーグ日本対中国戦より1時間早い18時開始のナイターで開催されました。有原は移籍後初めての本拠地での登板に向け、まずはしっかりまっすぐでファウルが取れればいいとテーマを設定しました。前回登板した2日の西武との練習試合では1回無失点も制球に苦しむ場面もあり、やっぱり上げていかないととは思っている、球威もだけど両方大事にしたいとさらなる底上げを目指しています。8日にはPayPayドームでキャッチボールなどを行って調整していました。有原は初回西からオスナにウゼンダを許しましたが、内山を遠ごろに打ち取り無失点で抑えます。しかし2回一塁から赤羽に初球のスライダーを左翼線二塁打とされると、続く8番竹岡に無前2点打を浴びました。さらに3回は一塁から4連打を食らいました。総大の大先輩青木オスナの連打で1、2塁を作られ、内山長岡には連続敵地二塁打を献上します。西から赤羽にも左前敵地打を打たれ、3回9安打6失点と炎上。本当にダメな投球というか、ボールが真ん中に集まってきてポンポンと打たれるのが自分の悪いパターン、こういう試合をなくしていかないといけないと神妙な表情で話しました。さらに2番手として4回から登板したガンケルも2回6安打4失点と打ち込まれました。こちらも立ち上がりにいきなり4安打と集中打を浴び、四球も絡んで3失点と内容の悪さが目立ちました。5回は先頭の赤羽に左中間へのソロ本塁打を浴び、予定の3回を投げきれず、自分の持ち味は低めに投げてゴロを打たせる投球、今日のようにボールが浮いてしまうとなかなか思い通りにはいかないと渋い表情でした。先発ローテーションとしてフル回転が期待されている新戦力の2人が誤算でした。この2人の内容には藤本博史監督も、競争というところではもうちょっと闘争心というところを見せてもらいたいと奮起を促しました。指揮官の厳しい顔も無理はありません。有原は気ぶりに日本球界に復帰し、日本ハム時代は通算60勝を挙げるなど安定した力を発揮したとあって、3年15億円とも言われる巨額契約を結んで獲得した選手です。一方のガンケルも阪神から移籍、阪神時代は通算16勝をマークし、防御率 2.92 と安定した成績を残しています。共にエース千賀滉大を欠いた後の先発ローテーションの軸にと期待しているとあって、この低たらくには渋い顔を隠せませんでした。ソフトバンクは昨オフ補強総額は約80億円と言われている異次元の補強を敢行しました。有原とは3年15億円の大型契約を結んでいることからも、新エースとして期待の高さがわかります。日本ハム時代の2019年に15勝を挙げて最多勝を獲得していますが、日本での6年間の通算防御率は 3.74、 千賀の通算防御率 2.59 とは1点以上の開きがあります。レンジャーズに移籍してからの2年間はさっぱりです。メジャー通算15試合で3勝7敗、防御率 7.57、 22試合に出場した 3A ですら3勝7敗、防御率 5.59 と振るいませんでした。移籍1年目には右肩の手術もしています。日本ハム OB はチームのエースとしてはどうかと話しています。エースはチームを引っ張る存在でないといけませんが、有原はそんなタイプではなかった。打たれたら捕手の配球のせいにしていたし、当然ながら捕手の襟好みも激しかった。その上味方がエラーしたら露骨に嫌な顔をする、投球のテンポも悪かっただけに野手も不満たらたらでしたとチームのエースとしては疑問視されていました。そして同時期に日本球界に復帰した沢村博一が球団への男気を見せての復帰をしていただけに、回避されて非難の的となっていました。それだけに結果が求められて当然でした。一方で有原は炎上していた裏で開催されていた WBC では今オフにパリーグ5球団による FA 争奪戦が展開し、ソフトバンクが最大7年で45億円にも上る大型契約で獲得した
侍ジャパンの近藤健介は中国戦で2番右翼でスタメン出場し、3打席連続で出塁し結果を出しました。近藤は初回無視1塁は四球で好機を拡大し、2回の打席でも冷静に球筋を見極めて四球で出塁しました。1点リードの4回1し1塁では、相手右腕から鋭い右前へと運び、1、3塁とここでもチャンスを拡大。続く大谷の2点2塁打を呼び込みます。そして韓国戦でも引き続き2番でスタメン出場。3回の第2打席で1点差に詰め寄る敵陣2塁打を放つと、1点リードして迎えた5回の第3打席には、右翼席に貴重な一発を運びました。6回には押し出し四球、続く7回にも四球を選びました。走行、強化試合計6試合で打率6割4分3厘、出塁率7割5分と好調ぶりを本戦でも遺憾なく発揮しています。通算打率3割7厘、通算出塁率4割1分3厘を誇る、出塁率モンスターの名に恥じぬ活躍を見せています。つなぎ役、そしてポイントゲッターとして、その存在感は増す一方となっています。ネット上には、争奪戦も納得。そりゃ争奪戦になるわけだとの声や、セリーグ球団のファンによる、パリーグで良かったとの声も相次いでいました。有原と同じく、近藤も身の丈に見合っていない大型契約で移籍し、かなりの物議を醸していました。しかし近藤は世界の舞台で、しっかり実力で批判を跳ね返しています。しかし、有原と来たら、絶対的4番打者の村上宗隆や山田哲人といった中心打者が不在のヤクルト打線にこれだけ炎上してしまっているようでは先が思いやられます。この低たらくと言われても仕方がないでしょう。何としてでも頂点へ。孫オーナーは今年はなんか予感がしますよね。きっと素晴らしい成績を残してくれると、そういう予感がふつふつと湧いてくる。昨年はかなりいいところまで行ったけど、最後の最後に残念な結果となった。大いに期待したい。と早くも2020年以来3年ぶりのリーグ制覇と日本一の予報を出していました。藤本監督も就任2年目で重くのしかかる。球団トップからの V 指令、いや V 予感は、重々承知していることでしょう。すごい熱いエールをもらった。優勝、日本一をしなくちゃいけない気持ちになった。いつも羽ばたこうとしているが、なかなかね、あと一歩のところを頑張っていきたい。孫オーナーの予感は必ず現実にしなければなりません。それだけに有原はもっと気合を入れ直さないと、もう立場がありません。現在先発ローテーション候補は10人程度、開幕を見据え絞り込みが続くとあって早めの信頼回復に努めたいところです。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。